立山聖奈は関西テレビのアナウンサー。兵庫県西宮市の出身で、小学生時代から10年間にわたってソフトテニスの選手として活躍。中学生時代には地区大会で優勝したほか、地区選抜選手に抜擢されていた。高校2年時にジュノンプロデュースの第3回ジュノンガールズコンテストに応募したところ、ファイナリストの一人に選ばれたことをきっかけに、 スタッフプラス所属の女優として活動。高校からの卒業後に、青山学院大学地球社会、共生学部地球社会共生学科へ進学した。青山学院大学への在学中は、韓国語を学んでいたほか、2年時に、大のタンマサート大学へ、短期留学。3年次からは、菊池久代教授のゼミで、映像制作の実習に携わっていた。その一方で、 報道番組を担当するアナウンサーを志していたため大学3年時からフジテレビアナウンストレーニング講座アナトレへ参加 BS フジニュースの第34期学生キャスターとして実際に報道番組へ出演していた就職活動で放送局のアナウンサー採用試験を受けた結果関西テレビが山本大輝と共に採用を内定正式入社の前には 山本と共に、カンテレアナウンサーは冬の挑戦スペシャルカンニング、竹山局長のドラマ制作指令を遂行せよの、収録へ参加していたほか、フットマップ、今すぐ行きたい。ええとコツアーのロケでアシスタントを務めていた。大学卒業後の2020年4月1日付で、山本と共に関西テレビへ正式に入社。放送上は、入社一周目の四月四日から、フットマップに、 レギュラーで出演しているほか、立山聖奈のシネマコンシェルという冠番組を任されている。入社後に配属されたアナウンス部が新人アナウンサーに対して習うよりなれろという方針を立てている関係で入社1年目は定時ニュースの担当から外れていたが2年目の2021年からは報道ランナーで毎週木曜日にフィールドキャスターとして出演している。また、 テレビ単営局の現職アナウンサーでありながら、同年7月以降は、カンテラのパーソナリティを随時務めている。その一方で、関西テレビへの入社1年目には、一つの空に女優として出演した。この作品は、2021年3月9日の未明に関西ローカルで放送されたほか、アワー Sky というタイトルで第4回アジアアンアカデミー。 クリエイティブアワードショートフィルム部門の日本代表に選ばれている。青山学院大学への在学中テレビインターネット動画配信関西テレビへの入社後映像作品トップページファイナリスト立山聖奈。ジュノン2021年4月1日閲覧。スタッフプラス立山聖奈。聖奈立山。日本放送2015年2月21日時点の オリジナルよりアーカイブ。2015年1月1日閲覧。在反民法穴のリレーコラム、穴ランドカンテレ、立山聖な穴コロナ禍で、社会人1年生を癒してくれた、韓流ドラマ。スポーツ日本。https、www.spanickycojp、エンターテインメント、読み物、オランド、記事、2021414s000413。 F940 万 6000CHTML2021 年7月25日、閲覧。AB、ナンバー24、青山学院大学で学ぶ私たち、パート2。青山学院大学。2021年4月1日、閲覧。AB、アナトレのポイント34期アナトレ出身の BES、富士ニュースキャスターより、富士テレビアナウンストレーニング、講座アナトレ。 2021年4月1日閲覧。ラジオ、娘のメンバーや日本放送のアナウンサーとして活動していた、高橋久代と同一人物。はじめまして。第34期大学生キャスター業務日誌。2021年4月1日閲覧。関テレ新人アナは、山広三男、山本大輝さん、七光ひてやには、日テレアナ。デイリースポーツ。 h t t p s w w w d a i l y c o j p g o ラ i p ュ2 0 2 0 0 2 2 4 0 0 1 3 1 4 1 4 1 8 h t m l 2 0 2 0年2月24日閲覧。後藤照本 MC の関テレ新番組スタート、ゲストは、母親でいいかも。ケ k スポーツ。https www.sanspo.com アーティクル2 0 2 0 4 0 2ゾトクスムブックスクリー6ライフククトロートキー42021年4月1日閲覧関西テレビ雨上がり MC のフォトブラ終了5番組は4月入局アナをアシスタント抜擢スポーツ日本 https www スパニッキー COJP エンターテインメント ニュース、2020、03、25、記事、2020万 325S00041000262000、CHTML2021 年7月25日、閲覧。AB、関テレ制作の 4K、HDR 作品、一つの空が、アジアンアカデミークリエイティブアワード、日本代表に選出。関西テレビ放送。 https://www.ktv.jp:/info/ktvinfo/2021/20211004/2021 s 年11月3日閲覧。ありがとうございます。